サカラーズは北海道滝川市を拠点に活動を行っているローカルアイドル。札幌市のクリエイターチーム、ゼゼッピーロが滝川市内のダンススクールでメンバーを募集し、空地発のアイドルグループとして結成し2014年11月22日にデビュー。縫製工場からライブホールやレッスンスタジオを備えた多目的施設に改装したライブハウス。 プロムを拠点に活動。ジェツェツッピーロが楽曲提供、プロデュースを担当し、滝川市のダンススクール y s s d g が振り付けを担当する。地元滝川市のイベントに数多く出演するほか、コミュニティ FM でのレギュラー放送も担当。グループ名の TA は滝川や滝川周辺を意味する滝川アラウンドを意味し、カラーズは 滝川の商工農業で発展した特色をメンバーの個性と重ねたものとし、またメンバーがアイドル活動で得た思いや絆がたくさんの宝物になってほしい意味を持たせた。2015年6月14日にはデビューファーストシングルとなるパステルとパラソルをリリースし、以降札幌市などにも足を伸ばし、滝川市外でも精力的に活動する。ありがとうございます。